その通りだと彼になるわけですね。だから我々は本当に今これで必ずモデル世界に発信していきたい国際的な医療人材をといったら、実はこういったことも分かるような人材だというふうに私は今思っているんですね。こういうものをこれからだからそのいろんな形の組み合わせでね、海外とのコラボレーションのような形の学教育の場を作って発信していきたいなと思っている次第ですけどね。こういったあたり、渡辺先生どうでしょうかね。私はですね、高校大学と実は戸塚に住んでましてね、今日黒川先生に呼ばれて喜んできました。私も数年間統合医療というのを研究して大学にも作りたいと思ってるんですけどね、基本的な発想がね、西洋医学というのは病気を見つけてそれを治すという発想になってますでしょ。で統合医学は体を整えて病気はにならないようにするというね、発想なんですね。それで私はこれを日本中の地域地域に拠点を作って広げるというのではないか、できれば、旧小学校学区ぐらいを単位にしていきますよね。全国2万5千ありますので、それぞれのところで10人ずつ働けば25万人の雇用になるはずであると、政調会長にも言ってるのです。それで私は黒岩さんが知事になった時にですね、私はこう厚生省で全国いろいろデータを見てるんですが、神奈川県こそね、日本の最高のバランスのいい県であると、おそらく県で、自給自足ができるはずであるということをお話ししましたよね。ですから、それでぜひ、そのようになっていくと思いますし、それから私は最近ね、食育にもだいぶ絡んできたものですから、高齢者の人は若い人に支えてもらおうという発想は捨てなさい、老人よ若者を育てよう、若者を支えようというね、気力でいかないと難しいんじゃないかなと思っております。それでやはり健康を支えるのは食と心と体、それでスピリチュアルライフを目指すというのが、センシメンタルモデルとして考えておりますが、これは本当にね、世界中の、標準的なモデルになると思っておりますので、ぜひ知事さんにもこれから頑張っていただきたい。はい、ありがとうございます。先生、玄米食の話もされたんですか。私はね、私は20年前にね、がんセンターに行った時、非常にストレスとかやってくるとかいろいろあってね、相当ひどい糖尿病になってたんですよ。A1C というのが 12.8% ありました。それ以後20年食事と運動でコントロールしてましたね。最初インシュリン療法やれって言われて断ってますので、そこからずっとやってますとね、2000万円ぐらい節約してます。ですから3分の1払うとしても700万でね、それこそフェラーリぐらい買えるぐらい節約したと思ってます。ですから病気玄米をいろいろな方がいますが、この玄米の栄養を調べてますとね、宮沢賢治が玄米と味噌と少しの野菜を食べてたんですでしょ。それであれだけでね、厚労省の言う必要な栄養素の何倍も取れちゃってるんですよ。ですから私はそれが一番いい。それから去年私たちが発見したのは、玄米はね、抗酸化能があるんです。それこれは炊いてもあるんですけどね、白米は全然ないんです。ですが毎日ね、500グラムぐらい食べる主食に抗酸化能が、つまり錆止めの入った、あるいはオイルの入った、きちっとしたガソリンでエンジンを回してるか、あるいはもうそういうのなしで錆つくままにエンジン回してるからね、何十年という蓄積がものすごく多いですね。ですから玄米味噌汁っていうのは、私はね、小学校の給食にも入れていくといいと思ってるんですが、こればっかりはなかなか日本給食協会とね、意見が合わないところでありまして、こういうのも頑張っていただければ。はい、ありがとうございました。はい、それじゃあお帰りください。どうぞ。私は幸福から参りました日本ステッピング協会の藤野と申します。ステッピングって皆さんご存知かと思いますが、実はこのたった13センチの台を前向き後ろ向きに上り下りするだけで、
かなりの結果を出しております。ただいま皆さんから素晴らしいお話を聞かせていただいて、私も知事の提唱のこの健康寿命日本一、素晴らしいプロジェクトだと思います。でこの代を、私どもは高齢の方までやっていただいています。どんなふうにやるかちょっとやってみてください。うちの、私どもの教室では90、こちらのお初日さんと同じ95ぐらいの方もわけなくやっております。で、まさに健康寿命に私どものこの運動は最適ではないかと思います。で、先ほど素晴らしいお二方運動のお話を聞かせていただきましたけども、決してこの運動だけではなく、あらゆる県内で皆様やってる運動を一堂に集めてイベントを組んで、一つ皆さんで黒岩知事のこの健康寿命をですね、日本人に持っていきたい、お正人さんおっしゃったと同じことをですねやっていきたいと思います。で、現に私どもでは、申し上げますと、筋力をこれ使いますので、先ほどの腰痛、膝関節変形症、それから肩甲骨の疲労から頭、目まで良くなります。それから声を出して、今ちょっと遠慮して声出てないんですけど、声出して、はい、声出して、大きい声で声を出すことによって、有酸素運動なんです。で、私はいろんなことが好きなもんですから、その頭に超有酸素運動と名付けました。そしてこの超有酸素運動は、生活習慣病の眼球であります動脈硬化からいろんな症状を改善することが可能で、現に相当貢献しております。これは、ね、どのぐらい時間やられるんですか。まあ個人差ございますけど、この間実は黒岩知事ご存知の、菅官房長官のところに、総理官邸に回りましてやっていただきました。そしたら3分ほどなさったんですけど、体が温まったと。温まりました。はい。でこれは脳も活性化します。から先ほど皆さんおっしゃいましたけど、うつ病からストレス、全く皆さんこれでね蘇っております。で、私も個人的には胃を取って高血圧と糖尿を、先生方には恐縮なんですけど、一度も薬を飲まないで治しております。で、もう一つ申し上げたいのは、和歌山県県立大学の本山光先生のグループでは十数年前からこの運動を取り入れることによって、県内で1000箇所のクラブや教室でこれを導入されています。そしてその結果、1人2万円の年間医療費が軽減されていると。ですからそういうことも踏まえて、神奈川県には3033運動という素晴らしい運動がございます。この運動とあらゆる運動のグループと競合して、運動の分野でこの神奈川県健康寿命日本一を応援したいと、このように思っております。いや、ちょっと私どものスタッフ、この T シャツを着ております一人着ておりませんが、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。そんなことでよろしく。いろんな方の取り組みがなってるんですね。これら発見するのが面白いです。あ、どうぞどうぞ。はい、マイクください。今共に集合しようという、素晴らしい、共に自分たちだけのこだわりでなくてみんなとおっしゃったように感動しました。そして今日私自身は8年前に乳がんの告知を受けましたけれども、食生活の改善で手術をしないでがんを追い出すことができました。それはやはり今おっしゃった玄米が基本なんですけども、玄米ですか。はい、それから私が思いますね、その玄米は素晴らしいんですけど、私はもうすぐ75歳ですけど、生存体験していますので、玄米は嫌なんですね。でも、いかに玄米が、日本の食事がいかに素晴らしいかを、まず若い人たちにこれを伝えるということを、今のお話をもっと分かりやすくですね。